取り返しのつかないことしたもんね。どういう意味？お前最低だよ。今さ巻き込まないでよ。いっそ俺になればよかったんだ。俺だってできるならそうする。そうなればよかったって思ってるんだよ。落ちていく、落ちていく。全身に水のような抵抗を感じながら、緩やかに深淵へと落ちていく。意識はひどく曖昧で、すべての感覚がぼやけていた。両手で握りしめた過去と未来が、次第に溶けて一つになるように。霞がかった思考で、自らの置かれた状況を理解しようと、うっすらとまぶたを開く。けれど、視界に入るのは、ぼうよとした暗闇だけで。それをぼんやりと眺めていると、世界と自分が一つに溶け合ったみたいな錯覚に、陥ってしまう。私の境界を探ろうと、両手で地を書いてみる。今度は、蝶になって舞い戯れているような不思議な浮遊感を覚えた。空で溺れているのか、海で羽ばたいているのか、私にはわからない。もう一度目をつむり、体中の力をふっと抜く。なるようになればいい。私は誰？今までここで何をしてたの？どうかしたんですか？もしかして具合が悪いとか？
静かにしろ。あの化け物は視力が弱いらしい。身を潜めていればやり過ごせるはずだ。でしょうか。最初は普通の女の子だったのに、うん、妙なお面をかぶってたから普通じゃないのかもしれないけど、でもいきなりあんな化け物になっちゃって。落ち着け。僕にもよくわからないんだ。ならここがどこだかわかりますか。私目が覚めたらここにいて、それで。待って、今その話はよそ。さっきのやつが戻ってくるかもしれない。場所を移動するべきだ。ここなら大丈夫かな。何かあってもすぐに逃げられるだろう。話の続きをしてもいいですか。ん？ここがどこかって。ああ、僕は目覚めたらこの館にいた。この先の部屋で一人倒れていて、様子を伺いに出たところで異常事態に気づいたんだ。君はなぜここにいる。私は、わからないのか。なら名前は。見たところ学生みたいだけど、年はいくつ。もしかして君も何も覚えていないのか。僕も同じだ。いつからこの館にいるのか、ここで何をしていたのか、そもそも自分が何者なのか、少しも思い出すことができない。だから君の記憶に期待していたんだけど。じゃあ二人揃って記憶喪失なんですね。そんなバカな話がある。何してるんですか。身分証とか何か役に立つものがあるかもしれないだろう。万華鏡のかけらか。暗号文ではなさそうだけど、これも記憶はないんだよね。はい。意味がわからないな。万華鏡というのは
僕たちの知るあの万華鏡のことなのか、あるいは全く違う代物なのか。そっちは何か見つかりましたか？同じく携帯があった。残っていたのは差出人不明のメールが一通だけだ。そこには何て？館から出る方法は一つと、それ以外に何も書かれていなかった。館から出る方法は一つ。何者かが僕たちをこの状況に陥れたみたいだな。出なければこんな文面にはならない。どこかで誰かが私たちの動きを見てるんでしょうか。大丈夫だ、今のは距離が遠い。はい。けどこのままいればいずれまた奴らと遭遇するだろう。早く出口を探そう。それなら私心当たりがあります。え？よし、問題はなさそうだ。出てきていいよ。はい。目を覚ましたのが玄関だったとは。君はなかなか幸運らしい。そうですね。化け物に襲われることがなければ素直にそう思えるんでしょうけど。とりあえず外に出よう。開かない。この扉びくともしないぞ。そんな。おい、何をぼーっとしている。ぼんやりするなと言っただろう。死にたいのか君は。ごめんなさい。
助けてくれたの？それとも…怪しい奴に声をかけるなんて気は確かか。だって、はあ、君は無謀だな。自分の身一つ守れないくせに敵か味方か知れない相手に関わろうとするんだから。ごめんなさい。でもさっきの人助けてくれたみたいだし。それより腕の毛が、どうしよう、血がこんなに。多少痛むけど見た目ほど傷は深くない。今はここから出ることだけを考えよう。でも手当てしている余裕はない。また化け物に襲われたら命が危ないんだぞ。わかりました。何をしている？何でもないです。にしてもこの扉全然開きそうにないな。鍵がかかってるんでしょうか？それは何とも言えないけど、扉が厚い割に作りは簡素だ。体当たりすれば押し開けるかもしれない。下がっていろ。え？もう一度。そうだな。本来内側にあるはずの錠が見当たらない。なのにびくともしないということ。誰かに外から塞がれてるって考えるべきなのかな。やっぱり何か知ってるんですか？もしかしてあなたも。さっきも注意したはずだ。正体不明の奴に安易に歩み寄ろうとするな。それは分かってますけど。分かっていないから何の警戒もなくのこのこと行こうとしたんだろう。ああ、もしかして僕怪しまれてたりする？ああ、悪いけど信用はできない。そんな身も蓋もない言い方しなくても。どうしよう、信用してもらおうにも自分のことがよくわからなくて。
数日前目を覚ましたらここにいたんだ。でもなんでこんな館にいるのか記憶がなくて、外に出ようにも扉は全く開かないし。あの、疑ってごめんなさい。私も彼もそうなんです。起きたら館にいて、それでなんだってことは仲間みたいなものって思ってもいいんだよね。よかった、一人で心細かったんだ。僕も一緒に行動していいかな？はい、もちろんです。ダメでした？そういうのは決断する前に聞いてほしいね。ま、害はなさそうな男だけど。私がどうかしましたか？ああ、いや、僕、君とどこかで会ったことが。どこかって？くどくなら時と場所を選べ。そうじゃないんだけど。でも何にせよ場所は移動した方がいいね。実は隠れ家にしてるところがあるんだ。そこは化け物も入ってこない。よければ案内するからついてきて。行きましょう。おっ、あの、その怪我ってやっぱり化け物にやられたんだよね。傷口結構開いちゃってるのかな。いや、血はほとんど止まっている。気にしなくていい。そういうわけにはいかないよ。そこの君？あ、私ですか？この救急箱の中に包帯が入ってるから、傷口をきれいに拭いた後巻いてあげてくれるかな。こういうのってきっと女の子の方が得意だよね。わかりました、やってみます。おい。はい、何でしょう。君は血が怖いのか？泣きそうになるなら看護役は引き受けるな。泣きそうって気がついていないのか？自分の目を触ってみろ。ごめんなさい、そうじゃないんです。ただ今頃になって自分の状況を理解したっていうか、本当に命の危機だったんだなって痛感して。助けてくれて本当にありがとうございました。見殺しにすると目覚めが悪いからだ。どんな理由でも助けてもらったことに変わりありません。あの、少し触りますね。
君はいつこの部屋を見つけたんだ？目を覚ました初日だよ。数日前、館の一室で意識を取り戻してからいろいろと探索したんだ。化け物がうろついているのに？それは怖かったけど、他に人がいないか確認したかったし、こうして君たちと出会えて本当によかった。あ、お茶も入れられるんだけど、よかったら飲んでみる？あ、そこの階段を上がって中2階に行くと、いくつかゲストルームがあるんだよ。ベッドもあるから寝泊まりするには問題ないと思う。なるほど、室内のことは分かったけど、そもそもここは安全と言えるのか？居場所を嗅ぎつけた化け物に襲撃される可能性もあるだろう。うん、絶対に安全ってことはないよね。でもなんとなくこの部屋は大丈夫そうっていうか、しばらく様子を見てると化け物は白い蝶がいるところには寄りつかないんだよね。白い蝶？それってさっき入り口で飛んでた。うん、それそれ。逆に黒い蝶は不吉の前兆っぽくて、それを見かけたら警戒するようにしてる。何にせよ、いつまでも閉じこもっているわけにはいかない。扉が開かないなら窓を割って外に出よう。それ僕もやってみたけど、あの窓をどれだけ割ろうとしても傷一つつかないんだ。外の様子を見ようにも霧が全然晴れなくて。そんな、それじゃあ私たちどうやってここから出れば。そういえば携帯、どこかに携帯を持ってませんでしたか？え？私たちのポケットには携帯が入ってたんです。そこにメッセージがあって。ああ、それならあったよ。受信ボックスにメールが一通残ってた。なんて書いてあった？意味はわからないんだけど、見てみる？武器は手中にあり。って、どういうことでしょう？君、服の中に何か持っていたのか？ううん、この携帯があっただけで他には何も。だから何のことだかさっぱりで。これも送り主は不明か。おそらく僕たちに送ってきたのと同じやつなんだろうけど。君たちのにはどんなメールが届いてたの？万華鏡か。それがこのメールの送信者にとって大事なものってことかな。それをなくしちゃったから探す手伝いをしろってこと？もうちょっと具体的だったらいろいろ考えられるんですけど。どうした？今、外で何かが聞こえたような。誰かが叫んでる。きっと化け物に襲われてるんだ。確かに男の声だな。
君、どこに行くつもり？なんとかできないかなって。その、さっき私が助けてもらったみたいに。で、まさかそれで立ち向かう気じゃないだろうね。君はバカか。相手は得体の知れない化け物なんだぞ。こんなもので太刀打ちできるか。ごめんなさい。あ、おい。ちょっとこれ大ピンチってやつじゃないの？一体何がどうなっちゃってんの？うっせ、黙れ。俺だってわかんねえよ。あ、これってドッキリでしょ？ねえ、ドッキリだよね？もう十分驚いたから、カメラさん出てきていいよ。その特殊メイクもよくできてるね。余計なことするなっての。少しは黙ってろ。君の浅はかさには呆れを通り越して感心させられるね。どうしてここに？見殺しにすると目覚めが悪いと言っただろう。けどこのまま飛び出してもさっきの二の舞だぞ。そうですよね。本気で俺らを仕留めるつもりらしいな。くっ、それなら。化け物さん、食べるならこいつからどうぞ。脳みそまで筋肉詰まってるんで食べ応えありますよ。っておい、俺を差し出そうとするな。言い出しっぺのお前が行け。やだ、俺まだ死にたくないもん。今何をしたんだ？どこからそれを取り出したのか？いえ、勝手に生まれたっていうか、二人を助けたいって思って、それで狐弁の人の持ってた銃を思い出した途端、その…武器は手中にありか。さっきのメールの文面だ。こうなることを見越していたみたいだな。銃を思い出すか。想像すればいいのか。まさか本当にできるなんて信じられないな。何がどうなっているんだ。そう、
どうやらおもちゃじゃなさそうだ。弾丸が装填されていて武器として成立している。ってことはつまりあいつらと戦えるな。おそらく行こう。さあ行くぞ。そこ狙い撃て。どうだ。狙い撃て。行け。狙い撃て。行け。狙い撃て。行け。あと半分。どうだ。狙い撃て。どうだ。狙い撃て。どうだ。もう少しだ。どうだ。まだまだ注意力が足りないんじゃないか。そうみたいだな。よかった。大丈夫か。お前ら何者だ。なんで銃なんか持ってんだよ。助けてもらっておいて、その言い方はないんじゃないか。こっちは見捨てることもできたんだけど。助けた。そう見えるけど、物騒なもん持ったやつを信用できるか。それには同意。でも信用できないのはお互い様だろう。やはり首を突っ込むんじゃなかった。君を救ったところで得はなさそうだし。んだと？あ、ちょっと二人とも落ち着いて。まあまあ、どっちも冷静になろうよ。命拾いしたのは事実だし、お前ちゃんと感謝した方がいいよ。ああ、お礼も言えないなんてかわいそうなやつ。可愛い女の子が命がけで来てくれたってのにね。えありがとね君。 いえ、みんな無事で何よりです。消えたな。とにかくここは危険だ。場所を移そう。あ、戻ってきた。心配したんだよ。二人揃って出て行っちゃうから。大丈夫？何も変わったことを。はあ、こんなとこを根城にしてたのか。結構居心地良さそうだね。この人たちは？
エントランスで会ったんです。化け物に襲われてて、それで。それで無事だったの？どこも怪我はない？大丈夫です、なんとか乗り切れたので。そう、よかった。とりあえず二人の素性を聞いてもいいかな？うん、って言いたいんだけど、そういうわけにはいかないんだよね。知らないうちに館にいた。それ以外何も覚えてねえ。それって、頭ん中空っぽの状況でこいつと同じ部屋で倒れててさ、気がついて外出た瞬間化け物に襲われちゃったってわけ。やっぱりそうか。うすうすそんな予感がしていた。似た境遇の人間が3人もいるんだ。これ以上増えたっておかしくはない。え、なになに？なんか意味ありげな発言。知ってることあるなら教えてよ。実は。つまりさ、誰かが俺たちを妙な生き物のいるこの館に連れてきて閉じ込めたってこと？そんで記憶まで奪っちゃったって？バカらしい。どうやって？何のために？聞きたいのはこっちも同じだ。ただ今は説明のつかない状況に置かれているとしか言いようがない。さっきの拳銃も説明のつかないものの一つってことか？その通りだ。あれ？何の音？携帯が鳴ってる？こっちもだ。うん、また万華鏡か。やっぱり万華鏡っていうのを完成させなくちゃいけないのかな。いや待てよ、俺に来たメールに万華鏡の文字はなかった。メッセージがそれぞれに当てたものか、ここにいる全員に当てたものか、まだ分かんねえだろ。確かにね。けど今まで来たものを合わせて考えると、いくつか断言できることがある。すなわち、俺たちをこの状況に陥れた悪意のある誰かがいるってこと。それからそいつは万華鏡を完成させたくて、記憶と自由を人質に俺たちに手伝わせようとしてるってことでしょ？ああ、記憶を奪うか。そんなことできるのかな？はあ、やっぱいたずらじゃないのか。もうやろう、ふざけんじゃねえよ。あの、とりあえずここにいるメンバーは仲間って考えていいんですよね？は？記憶がない、ここがどこかも何が起きてるかもわからない。はっきりしてることが何もないからこそ、今ここにいる人たちが仲間だって言葉にしておきたくて。君、仲間がいるって事実が一つあれば
何もないよりは一歩前進ですよね。館から出られるよう協力し合いませんか。僕は賛成だよ。いざって時助け合える人はいた方がいいし、同じ気持ちの仲間がいるって心強いしね。そうですよね。僕も異論はない。仲間という表現は陳腐だけど、一人でこの苦境を乗り越えられるとは思えない。じゃあ、お二人は？こっから出られれば何でもいい。ま、どの道そうするしかないよね。っていうか俺、ちょっと疲れちゃった。このまま休んでいい？そもそも今何時だ？時計が狂ってるから分かりませんね。窓の外が暗かったから夜だと思ってたんですけど。それならゲストルームを使うといいよ。部屋は人数分あるから。へえ、奥はこうなってたのか。ベッドまであるなんて用意周到だね。窓はないし快適とまでは言いにくいけど、一休みするには問題なさそうだよね。はい、問題ないどころか、私はこういう感じの部屋結構好きです。それはよかった。あの、どうかしたんですか？全員が寝るのはさすがにまずいだろう。念のため僕は今で見張りをする。え？それじゃ体が持ちませんよ。なら僕が途中で交代する。だから君は心配しなくていいよ。ありがとうございます。だったら明日の見張りは私が。ねえ、それよりさ、これからずーっと君とかお前とか呼び合うの？なんか不便じゃない？そうですね、誰が誰だかわからないですもんね。名前が思い出せねえんだからしょうがねえだろ。でもしばらく共同生活するなら呼び名はあった方がいいような。ならこれでいいんじゃないか。ふん、日陰か。同様のプレートが全室についているみたいだし、個室の名前をそれぞれの呼び名にするのはどう？ふん、ってことはお前は日陰を名乗るってわけか。じゃ、俺はこの部屋ね。カラスバってことでよろしく。まあどれでもいい。俺はここを使うぞ。ヤマトか。次からそう呼ぶよ。勝手にしろ。君は女の子だからこっちがいいんじゃないかな。僕はその隣にするよ。鍵
リハさんでいいですか？うん、何かあったらすぐに呼んで。ありがとうございます。白い蝶、ここにもいたんだ。そういえば、白い蝶がいるところには化け物が寄りつかないんだっけ？逆に黒い蝶はまずいって言ってたよね。